高価論とフレッド・シー・ルーンズベリーによる中国人男性に関する人種差別的なポストカードチンクチンクは中国人を表す英語の部別語である。当初は主にアメリカ合衆国の白人が19世紀末に急増した中国系移民を呼ぶのに使用した言葉。しばしばアメリカ人はアジア人移民の出身国を区別できないのでチンクも他のアジア人を含んだ。 無別語としても使用される。語源にはいくつかの説がある。チンクの最初の要例は1874年に見られる。アメリカ合衆国ではオーナーが自身の要望が中国人に似ていることにヒントを得て、チンクゾステーキなる飲食店を1949年開業していたが、2013年に後継者が差別に当たるのではないかとして店名を変えたところ、 常連客の支持を失い大幅に売り上げが落ちてしまう問題が起きた。なお、店名変更の際にアメリカ社会では1万名に上る変更反対署名が集まった。2021年6月14日投稿のアメリカ合衆国の女性シンガーソングライターであるビリー・アイリッシュがタイラー・ザ・クリエイターの2011年の楽曲フィッシュを流し歌詞にある シンクという部別語を口パクしたりする場面などをつなぎ合わせた動画が TikTok で100万回以上再生されて話題になった。アイリッシュが14歳の時に投稿した Instagram、などから切り出した動画とみられるが、同22日、インスタグラム上で謝罪した。ありがとうございます。